Thank you.
結果を言いますと、芦屋に行っていろいろ使って1万1000円やったんが、スロット行って1万2000円になりました。はい、結論、ただで遊べて1000円だったり、ちょっと家帰ってきてもいっぱい飲んでベッド横になったんだけど、あそこの店閉店するって言っとったけどね、オープンした時は結構人ってそれなりに盛り上がっとったけど、なんかもう行くたびにやっぱりだんだんお客さんもおらへんくなってきて、まあそうやなっていう感じはしたけど、そんなにこう行ってるわけじゃないねんけど、やっぱなんか寂しいよねそういうのって。また何か違うところが入るのかは知らへんけど、まあスロットも嫌い嫌いも好きのうちという感じで、なんやかんややっぱり結構行っちゃうんで、また新しいお店に来たいということで、ではまた次回。